じゃあ今日ちょっとまたバッサリ切っちゃいましょう。お願いします。1個提案なんですけど、沖永さん絶対借り上げもうちょっと高くした方がいいです。借り上げ高く、はい、今ちょっと低いんですけど、低いと、まあ、どうなるかっていうと、沖永さんここが結構張ってる、頭の形的にすごい張ってる状態なんですけど、ここに低く刈り上げてると、ここにすごいボリュームが出ちゃうんですよ。出てるところにこう髪の毛がある状態なんで、この刈り上げをちょっと張ってるところを上にしてあげると、ここで綺麗に収まってくれるんですよ。なんで沖永さん絶対上に刈り上げた方がいいと思います。ここもっとここがビターッと収まります。あ、これ絶対沖永さんいいと思うんですけど、今日どんな感じします？はい、坊主で。お疲れ様です。すごい綺麗に今日もさせていただきました。どうですか？めっちゃいいですね。 ありがとうございます。ありがとうございます。このハイトーン長持ちさせるにはどうしたらいいですか？あ、それでしたら紫シャンプーっていうのがおすすめです。シャンプーの中に紫の染料が入っているので、どうしても明るいカラーだと金髪になってくるのを、黄色みを抑えてくれる反対色の紫が入っているので、しっかりとハイトーンも綺麗な状態で維持してくれます。それか、お風呂を入らないか。それ試してみます。